さて、あとはここの中央を渡っていけば2階に上がれるのかな。2階に1つ宝箱がある。さらに3階の奥の方に3つで、ボス部屋。そのうちの1つはきっとボス部屋の鍵なんでしょうね。そんな感じになっております。まあ、だいぶ後半戦に入ってきたっていう感じですかね。うるさいっすねうるさいっすよそれ、うん、うるさいっすよ、うん、倒しいよ。これで危ない、死にかけた、死にかける。どうしたらいいのこれ。影の結晶が滝のように流れてる。剣をただ振るだけじゃ追いつかない。剣にパワーを込めて一気にソルの光を解放しないと。回転技術とか危ないな。回転いけ。おおすげえ。あれなんでなんでようわからん。影消えたんじゃないの今。なんで向こうか渡られへんの。これ視点がもうちょっとな、自由に動かせれたらな。周りが見づらいのよね。ここで回転切りをするってことか。ああ早めに渡らなあかんってことか。さっきのは多分渡る前にもうほぼ復活しとったんだろうな、あの壁が。さあじゃあとりあえず建物の中に入っていきましょう。おそらくこの先に宝箱は1個あるはず。あれシビアすぎんねんな、ここがな。結構シビアや、タイミング。タイミングすごいうるさい。ダメっす、遅いっすって言われんねんな。で、このソルを持って、これソルじゃないんか。これソルじゃないんや。ソルに騙された。丸いやつは全てソルやと思ってた。でこれを置くと、ソルではないけど小さいソルみたいなことなのか。よし、じゃあこれをもう一個ここに置けばきっと何かがあるはず。おお、できた。道が開いたよ。で、これを切りつけるのか。ああ、ここが光りまして、そしてどこへ。伊豆へ。こっち側に来るか。痛い、気づくのが遅すぎた。これはまた回転切りなんだろうけど、あいつが気になる、あいつが気になる。えい、倒す、倒す。こいつきっと倒せば
宝箱が出てくるでしょう。さあ来たぞ。この宝箱は、いや、ボス部屋感はないな。ボス部屋感はない。さあ何でしょう。あー、カーキですけどー、やな。やっぱちょっと申し訳なさそうに出てくるんだよな、カーキの場合な。カーキで申し訳ございませんみたいな感じの出方すんねんな、カーキはな。さあ回転切りをすることで光が足らない。あ、いけたいけた。さあこれで向こう岸へ。あいつが邪魔だ。これは至難の技やな。飛んでるやつに当てるのは至難の技だ。さあとりあえず開けましょう。これで3階へ。もうあと少しのフロアで終わるぞ。宝箱はとりあえずこの部屋におそらく2個あるのかな。ある可能性があるよ。あ、落ちる。どこやろな、宝箱どこでしょう。この辺にあるね。ここら辺に何かをすれば出てくるのか。ただ全員倒してみようか。ここダックハントみたいになってる。早打ちゲームになってるやん。掘り早打ちゲーム。3発当てても生きてる。生きてってなんだろうってなるな。生きてるってなんだろうってなるわ。これに乗ることで宝箱出てくる？出てくる気配はなさそう。なさそうな感じがする。ありありとね。このとこ敵おる。降り立ってきちゃったよ。こんな向こうの奥の方に3体も。あ、怖い。怖いわ。もう撃ってくんの怖いわ。どこ行くんやこれ。戻ってきただけちゃうか。何なんだ。じゃあ全員倒すと宝箱。
あ、宝箱出たけど思ってたところと違うな。そこかい、そこかいやや。鍵か。この宝箱はどう開くの？どこにあんの？まず。行動してんだね。なるほど、渡ってみよう。おお、あった、宝箱を発見。そしてこの重い扉は、扉じゃない箱、ボス部屋ですな。とりあえず失敗したわ今日、今回今回のボス部屋ちょっと失敗したわ。ちょっと何テイクかしたいぐらいの気持ちちょっと失敗したら、ボス部屋もちょっとあの何、あの一拍遅れたよね。一拍というか半拍遅れたよね。裏を取っちゃったよね。だから表表裏を取ってしまう。ボス部屋ーみたいな。うん、うん、ボス部屋ーみたいな感じになってしまった。そこが反省です。さあ、まあとりあえず反省も込めて、降りていきましょう。ちょっとボス部屋失敗したわ。後悔がね。後悔の念が。私を災難でいきますけど。さあ、もうボス部屋の鍵も取ったし、ボス部屋も近いし、これはもう何も思い起こすことはない、思い起こすことはないじゃない、思い残すことはないね。宝箱が、このマップのどっかにある、近いところに、これの上か。あー、だいぶ上登んのねこれ。なるほど、だいぶ上を登るみたいです。さあ閉じ込められた。よし、4人全員倒す。てるか、視点変更しながら剣振るって難しいな。さあじゃあ行きましょう。回転切りです。いけー。さあ上へと上がっていくんでしょうな。どっか捕まるか。え、もう降りてく。え、どういうこと？どっか掴まれそうなとこあった？そこぐらいでやっぱ届かんねん。それが思った以上に届かへんねん。どっか移動するんか。なんか見えとったな今。あったあった。なるほど、飛び移っとこれは落ちる。すぐ戻りましょう。じゃあこっち行ってみよう。これも落ちるか。じゃあこっちへ。これも降りる。違ったな。この前、目の前の方行くんだね。さあ飛び移ると2つ出てきた。こっち行ってみよう。お、上上がった。じゃあまあとりあえずひとまず乗り移ろう。
さらにこっちに渡ると、横移動です。おるよ。危ないよ。そしてそこには行けない。あ、なんか見える。なるほど、そういうことか。これで渡ってきた。それでこっからどうすんの？こっからの動し方。いた。どうするっつね。上上がって。それか。これに次の。危ない。届かんわな。あれに乗り移るのか。てか宝箱はそこやねんな。え、宝箱はあれじゃないんか。痛い、ちょっとあー、やられた。鬱陶しい。こういう引っかかり方もあんのか。奥行き感が分からへんねんな。それはそれはどうしようもないで。それは 3D ゲームの限界があるわ。あの奥行き感わからん。この奥行き感もわからんけどね。これどこまで行ったらリンクさんが獣化してしまうのか。その奥行き感もわからんけど。よし、やっとこれた。当たるんかい。渡った。倒して出てきた。宝箱。さあなんだこれは。ハートの器か？かけらか？あ、鍵。鍵ですけど。鍵どこに使うんや？ああ、え？じゃないよね。これ乗ってみるか、とりあえず。あ、まだ上があんのね。あれ、でもボス部屋じゃねえの？あ、ボス部屋の前にもう一部屋あったわ。これ最後の部屋思ってたのに、まだもう一部屋あるんか。なんか、なかなか終わらせないね。さあ、続いての扉。これを抜ければボス部屋ですから。来た、妖精。妖精来たよ。一応持っていこう。捕まえてない。妖精さん、逃げないで。捕まえたよー。ハート8つ回復です。ライフがなくなった瞬間に自動で飛び出します。
さあということでとりあえずセーブをしましょうかね。はい、じゃあセーブです。35時間34分引き続きやっていきましょう。行くぞー、ボス戦。このボスは何なんでしょうか。ザント？ザントおる？